今回紹介するのは「なんでやねん」を英語で言えますかという本です。関西人なら知らんとあかんで、関西人による関西人のための英会話入門書、なんでやねん、あかん、あほくさなど、呼吸と等しく使う50のめっちゃ使うフレーズをイラストダイアログで紹介。 ドタマからオイドまでオール関西弁の参考書めっちゃテストに出るで知らんけど笑えます50の例文があまりに面白かったので日本語訳だけを一気読みしてしまいました英語学習者以外でも十分楽しめます以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。